はい、野本楽地の無課金ハオロードオリックス純正編です。で今日でログインが、1364日目ですね。はい、現在2023年9月2日の14時3分なんですけども、今回ですね、契約書の方をね、ちょっと開封したいなと思うんですけど、まあ契約書ね、別に貯めてたわけではないんですけども、ゴールド契約書5枚と、あとですね、S ランク確率 30% 契約書と S ランク確率 10% 契約書、この合計7枚のね、契約書開封して、まあぜひね、オリックスの選手出てほしいなと思ってます。はい、S ランクね、はい。で、まあ、主流2のね、もう選手が、追加されまして、このオリックス、一発目がですね、山下選手でしたね。はい、山下俊平太選手、来まして、適正が先発です。球威79、制球72、スタミナ70ということで、まあ、シリーズ1よりね、能力も上がってますんでね、まあ、非常に欲しいなと思ってます。まあ、A ランクね、まだ1枚しかないんですけども、今後ね、またアニバーサリーでも、選ばれましたんでね、まあいずれかでね、どちらかで取りたいなと思ってるんですけど、まあね、もういきなり取れるのが一番いいんでね、ぜひこの後の契約書開封でね、来てほしいなと思ってます。はい、山下選手でしたね。はい、はい、それではね、契約書ね、開封したいなと思うんですけども、まずはゴールド契約書5枚からいきます。1枚2枚3枚4枚5枚ですね。はい、ぜひ S ランク来てほしいですね。まあ最低でも A ランク来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランク来い。なんもなさそうやな。なんもないかな。おー、オール B か。いやー、おー、 A ランク来た。はい、堀選手、2チャーム、はい、A ランク1枚来ましたね。はい、持ってこい、持ちまくい。うん、お、いいよ。お、岩崎選手、はい、阪神、はい、いや、でもいいですね、ゴールド契約書5枚で A ランク2枚、これは非常にいいですね。また後々ね、見聞かせたいなと思います。はい、いいですね。はい、それでは S ラン確率 10% からいきますね。これいきますね。ダルチェレ2023決勝大会開催記念のログインボーナス7日目の報酬、 S ラン確率 10% 契約書、これいきます。ぜひ S ランクお願いします。お、突き出てる。 S ランク来い、オリックス来い。 S ランクでさあどう。ん、S ランクはないかな。 S ランクはないですね。うん、荻野選手、ロッテですね。はい、いや、残念。はい、まあせめてね、オリックスの A ランク来てほしかったですけども、はい、まあまあ、はい。それでは最後に、S ランク確率 30% 契約書、ダルチェレ2023決勝大会開催記念のプレゼント、これいきます。ぜひ S ランクオリックスお願いします。いきます、来い、 S ランク来い。んあ、来てくれ。んー、ないかな。いや、エスラックなさそうやな。いや、ないわ。はい、おお、オリックス来ましたね。本田選手、本田選手はね、結構 A ランク持ってるんですよね。まあでもいいですね。はい、まあオリックス来たんで、まだいい方かなと思います。はい、まあ最低でもオリックスの A ランク来ましたんで、よかったかなと思いますね。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。ちょっとね、残念な結果でしたけども、S ランクは来ませんでしたけど、まあ一応最後に、A ランクですけどね、オリックスの選手来ましたんで、まあ良かったかなと思いますね。はい、まあそうですね、シリーズ2もこれから始まりましたんでね、まあミキサーの方ね、ちょっとまあやる3回ぐらいね、やれる、S ランクいるんでね、まあそれどこでやるかなっていうのは今ちょっと悩んでるんですけど、また近々もしかしたらミキサーもしようかなと。また最強決定戦までにね、もうちょっとリーグ、オーダーね、オリックス純正オーダー強化しとかないとちょっとやばいんでね、もうちょっと頑張ろうかなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。